はい、こんにちは、フリースピリッツです。今日はデンマのスライドキーケースの新作の革をご紹介します。こちらアラスカレザーといってイタリアのレザーになります。こう個性的な革になるんですけれども、こうバフ掛けをした後にこうワックス加工していくんですけれども、そのドラムに入れた時にこうシュリンクといってこういうシボがあるようなタイプのレザーになっていくんですけれども、それにワックスをかなり浸透させたような革になります。色によってすごくちょっと柔らかさが違っているのかなっていう感じもします。ちょっと見た目は結構パリッとしたような感じもあるんですけれども、すごく柔らかくて手に吸い付くような革になりますね。でこのワックスが施してあるんですけれども、こちらが本当に雪解けのようにこうワックスが溶けていくようなイメージになりまして、こちらがこんな感じで白いワックス加工からワックスが全部取れて、よりこういうシュリンクのシボ感があるようなレザーが見えてくるように変化していきます。それぞれこっちが変わった後になるんですけれども、このベースの上からこういうワックスをつけているような感じになりますね。でこちらのスライドキーケースなんですけれども、開けてここにネジがついているので、このネジを開けていただいて、でここに鍵を重ねていくようなタイプになります。こちらは M サイズなので、だいたい 4,5 本収納が可能になります。取り付けたらここにネジを締めてスライドさせて、このまま鍵を開けるっていうような本当にシンプルでミニマルなキーケースになります。こう手に収まるようなサイズ感なので、ちっちゃいおカバンとかでもいいかなと思います。すごい優しい雰囲気もあって、こうしっかり個性のあるような革なので、すごくおしゃれに持っていただけると思います。経年変化もとても楽しい革になるので、ぜひ一つ育ててみてはいかがでしょうか。今回はデンマのスライドキーケースの新作の革アラスカレザーをご紹介させていただきました。ありがとうございます。